AB48 選抜総選挙制中継のスピーチぶつ切りに批判殺到。6日の福岡ヤフオクドームで行われた AKB48 選抜総選挙に関し、午後6時半から生中継したフジテレビにネットなどで批判が殺到した。 CM が多すぎる、スピーチがぶつ切りなど、せわしなく途切れる中継への批判が多かった。山本彩や松井玉里なら選抜メンバーのスピーチも CM で遮られ、高橋みなみに花束を渡す前田敦子のサプライズ出演も CM で放送されなかった。全体的にスピーチが長く、時間調整に司会の徳光和夫氏もチクハックの様子。13位松村香織がもう一言だけいいですか願い出ると、生放送なのでと拒否する場面も見られた。3位の渡辺真由は時間ないですよねと進行を気遣いスピーチを切り上げた。17位以降の下位グループは多くのメンバーのスピーチが放送されなかった。スピーチの模様は画面左下の小さなワイプ画面に映るだけで、主音声では声も流れなかった。前半の生放送のほとんどは宮根誠司キャスターを中心とするゲストによる順位予想や注目メンバーの活躍 VTR など、スタジオでのトークに割かれ、会場を映してほしいとの意見も多く見られた。今回はスカパーによる中継は午後7時に終了しており、何の工夫もないスカパー中継の方が良かったとの声もあった、と記事に書かれていました。ネットの声は、正直イラッとくるスピーチあったよね。それから比べたら上位陣のスピーチは時間考えてとか気遣いすごいと思った。でも何のための生中継？富士山タイムキーパー大変なのはわかるけど、誰のために放送してるの？スポンサー？視聴者は満足した放送じゃないと CM はストレスの元になっちゃって見なくなっちゃうんだよ。毎回上位陣が詰め詰めになってるのは年重ねても変わらないね。ゆきりんとまゆゆが気の毒だったわ。全体的にスピーチが長すぎたのは間違いない。それはともかくフジテレビが視聴率低迷しているのはよくわかった。まゆちゃんがサバサバしてたのは時間を気にしていたから。あともう一つ、武藤十夢のスピーチぶつ切りは許せた。無駄にスピーチが長いメンバーがいたことは確か。ランク低い子がダラダラしたスピーチ、上位の子は負けの指示で短時間 &CM でぶった切り。もうランク低い子は一人1分以内と決めないとダメでしょう。何もテレビ放送までしなくても気にならないわけじゃないが、地上波で生中継までしてみたいとは思わない。そういう心もとないところがいいんだろうと思うし、若い子もいるんだけど、基本的に無駄に話が長い子が多かったような。短くてもまとめてきちんと話せていた子もいるし、 AKB さん側の努力も必要じゃないかと。しかしこの総選挙、頑張るって言うけど何を頑張るんだろうね。お金出すのお客さんだし、結局どれだけ太い客を持ってるかなんだよね。努力とか頑張るとかじゃなくて、という声が上がっていました。